吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。ここは町田市 JR 横浜線相原駅です。いつもここはこの町田の広報と相模原の広報が並んで置いてあります。相模原の広報はもうなくなったようでして、全く違う旅行のチラシが置いてあります。こちらは町田の広報で毎月1日、11日、21日発行ということで月に3回の発行ですが、実はここに12月21日号、今年の最終号が置いてあります。まだ今日は12月の20日ですが、1日前の新聞、明日の広報がここに入っております。通常は新聞折り込みでその日に発行されるわけですが、ここで駅で見ると1日前の新聞が置いてある、何か得をしたような感じがあります。年末ということで、この年末年始の市の業務などが書いてあります。その他にはですね、この忠雄公園に老梅が開花しましたというような記事が載っています。その他といろんな記事が載っているんだろうと思いますが、一日早い記事をほんのちょっぴりご案内させていただきました。終わります。たまたま気がついたのでこちらからご案内しております。失礼します。吉田智発見動画チャンネルの吉田智でした。